まあ、まさにここだけが与野党一騎打ちっていうことになってるっていう、まあ、その構図の中だと、これ、まあ、言ってみれば勝っても負けても許容できるギリギリのところがこの1っていう数字だと思うんですね。自民党支持層が実際どういう行動をするのか、投票をするのかしないのかということも含めて極めて重要な選挙区だというふうに思ってます。さあ始まりました、選挙 .com チャンネル、 MC を務めます選挙 .com 編集部の伊藤ゆかりです。本日は引き続き日本大学教授の西田亮介さん、そしてライターの平川恵里さんをゲストにお招きしてお届けします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、僕いつも思ってるんですけど、はい、伊藤さんのこの出だしの声っていうのは本当にいいですよね。ありがとうございます。素晴らしい、はい、なんかこう発声が、背筋が伸びて本当にありがとうございます、はい、ちょっと励まされた状態でこのまま守っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、我々も声量を頑張って、はい、負けていきたい、はいはい、負けないようにいたしたいと思います。ありがとうございます、はい、よろしくおじさんとして、はい、さて今回こちらになります。はい、与野党一騎打ち、衆院島根一区補選、うん、ということで今回は今月28日に投開票を迎える衆議院島根一区補選について西田さんと北川さんにお伺いしていきたいと思います、はいはい、こちらまず立候補者情報をご紹介します、うん、届け順に自民党の新人錦織則政さん、そしてお二人目が立憲民主党のこちら元職の亀井明子さんのお二人になります、うん、今回共産党が候補者擁立を見送って亀井明子さんの支援に回りますということで、うん、これによって与野党一騎打ちの構図になりました、はいはい、じゃあまずどうご覧になっているかというところをお伺いできればと思います、はい、平川さん。そうですね、もう唯一の一騎打ち選挙区ということで、まあ、当然そのこれまで政治とカレーという問題で一番注目された選挙区の一つと言ってもいいかなと思いますが、細田前衆議院議長が亡くなられた影響で、まあ、この選挙区が補選になったということですね。で、まあ、現職が、元職が出てるということで、まあ、言ってやっぱり野党が浸透しているということ、それから、やはり、もろもろの自民党の不祥事というところが、かなりダイレクトに島根の方では、逆風になってるのかなという印象があります。で、まあ、その結果、多分、これまで保守王国と呼ばれていた島根区なんですけども、まあ、自民党にとってはかなり厳しい選挙のこれまでの戦いぶりなのかなというふうに、現状だと認識しています、うん。そうですね。だいぶ現状では、自民党が苦戦するんではないかという情報もあります。そうですね。まあ、まさにここだけが与野党一騎打ちっていうことになってるっていう、まあ、その構図の中だと、これ、まあ、言ってみれば勝っても負けても許容できるギリギリのところがこの1っていう数字だと思うんですね。やっぱり3の中で3つある、まあ、選挙区の中で、まあ、ここ勝ったらそれは勝つに越したことはない、それは当たり前、でもまあ負けたとしてもギリギリ許容できる可能性が、まあ、可能性があるというか許容せざるを得ないみたいなところがある。つまり明確に負け切ったっていう印象を与えないっていう、これまあすごく大事なことですよね。で、言うまでもないことですが、まあ、この島根行く先ほど細田そうですね、先生の、まあ、話っていうのはあったと。で、こうやっぱり伝統的に自民党強い保守王国なわけですよ。でところが、まあ、細田さんはこうさまざまな疑惑をお抱えになったまま、まあ、なんていうのか、残念なことに、まあ、なったというのか、まあ、そうですね、まあ、政界からもいろんなところから退場して、まあ、行かれたって言った中で、まあ、どうなるのかっていうことでしょうね。はい、ありがとうございます。一方立憲民主党にとっても、はい、ある意味ここでは負けられないという意味では自民党さんも負けたくないですよね、はい、まあ、ここで勝つことができれば勝ったっていう印象を強く与えますし、まあ、自分たちがある種こうなんていうのかな、まあ、信任を得てこれをまあ広く、まあ、今後来るべき選挙なんかにつなげていきたい、まあ、そうなるのは確実ですからね、まあ、言い方変えれば自民党としては、まあ、できれば落としたくない。そうですね、まあ、亀井さんやっぱり強い候補ではあると思うんですよね。名前がやっぱり亀井っていう名前で浸透してることもありますし、最初多分初当選は2007年の参議院選挙で民主党の時に受かられてると思うんですけども、その時もまあかなり自民党の重鎮の方を破っての当選ということでしたし、まあこれまでも衆議院でもね、議席自体は1回得てるということを含めて、まあいろんな意味で総合的にこの参院の中では野党が強い候補の一人かなと思いますので、まあそこら辺も含めやっぱり自力が試される選挙区なのかなという感じですね。これむしろちょっとお伺いしたいのは、はい、地元での関心の程度って一体どうなんだろうっていうことで要するに全国で見た時には、まあ、政治と金の問題どうなのか、これはけしからんっていう人と、まあ、ちなみに多くの世論調査を見てみるとけしからんという人は、まあ、多くを占めてるわけですね。でそのことっていうのはおそらく内閣支持率、政党支持率に、まあ、かなり効いてるんだろうというふうに考えることができます。さて、まあ、しかしそうは言っても小選挙区だって言った時には
く選挙区 の, その雰囲気とか空気感とかってすごく大事になってくるんだと思うんですが、今どうなんでしょうか。あの実際現地にちょっとまだ行けてないので分からないところもあるんですが、おそらくその一般的な関心度プラス、まあ、自民党の支持層での関心度、党員とかの関心度っていうところが結構、まあ、重要なのかなというふうに思っていて、おそらくまあ自民党の方でも、まあ、ちょっと話を聞いてると、まあ、今回はちょっとさすがに自民党には入れられないよと。それは細田さんに入れてきたということも含めて、今回はちょっと自民党ではない、少なくとも投票しないか、まあ、野党の候補に入れるんじゃないかという声が少なからずあるという話は聞いています。で、まあ、前回も正直、まあ、細田さんかなりご体調も悪かったということもあるので、正直出ないんじゃないかという憶測もあった中で、まあ、とはいえ細田さんじゃないともう選挙戦にならないよという話があって出たということも含めて、ちょっとやっぱり体制としてなかなか難しいというか、引き継ぎができないような形になってきてるんじゃないかなっていうふうな、まあ、懸念はちょっとあるところですよね。でそうするとライトな支持層なんかは、まあ、もしかすると投票離れとか、ね、まあ、場合によってはペナルティ的に野党の候補者になんていうこともありえる。逆に言うと投票率がまあ低い可能性もあって、その時は大抵、まあ、やっぱりその、組織を固めた自民党が強いというのはこれまでのパターンだったと思うんですけども、まあ、そこもちょっと怪しいかもしれない。そこがちょっと今回方程式的にどうなるかっていうのはあるかなと思いますね。やっぱり不確実性がどこも高いです ね, ですね。従来の経験値とか、まあ、そういう基礎的なデータからはなかなか押し量れないというか、ですね、地元どうなってるのか気になるところですね。おっしゃる通りですね。本当に補欠選挙はただでさえ投票率が低くなる傾向が全国的に見られますので、おっしゃる通りですね。そんな中でですね、錦織さんについて政治刷新のアンケートをレポートにまとめたということを、こちらあの公式サイトの方に発表していらっしゃいまして、なので政治改革のそれぞれの内容を賛成か反対かっていうところもまとめていたりですとか、そして一方の亀井さんはもちろんその政治の問題は今まさに自民党の裏金問題だということで追及を激しくされているというところなんですが、例えば政策論争っていう意味でも島根一区はまあ成立しやすいっていう状況にはあるんでしょうかね。まあ、ただね、政治改革といっても本丸の後継っていうことになってくるとなかなか直接的なっていう話ですね。どうなるんだろうかとか、いや説明したかなとか、いろんな疑問が頭をよぎりますよね。まあ、そういう意味では錦織さん多分財務省にいらっしゃって、いろいろ政策的には接触されている部分もあるかなとは思うんですが、まあ、他方政治経験はない、これが初めてということもあるので、まあ、そこまでこう弁舌爽やかにそこをうまく丸め込んでお話になっているという印象は今のところないかなと思います。なので結構そこは苦戦するというか、まあ、批判もしづらいし、さりとって言わないわけもいかないしというような感じの印象を受けるところですよね。まあ、官僚として求められるものと政治家として求められるもの褒められるものおそらく違うはずですから、前処しますみたいなことではなかなかというところは、まあ、人心をつかめないそうですね。そうですね、ぜひここら辺はどういうふうに語っていらっしゃるかというところはじゃあちょっと注目ポイントの一つということですね。ありがとうございます。はい、そしてちょっと他の政策分野にも目を移していきたいと思うんですが、こちらですね、お二人ともインフラですとか農林水産っていう分野も政策には公約に挙げていらっしゃるというところで、やはりこちらも島根一区のこの地域の特性が出ているのかなというふうに見られるんですが、こちらはどういうふうにご覧になっているか。まあ、現実には個々の政治家が、まあ、具体化できる政策の幅っていうのは当然限られてますよね。ただ島根、これ行かれた方って皆さんご存知だと思うんですけど、大変インフラがなぜか充実している。道路とかの幅とか、なんか道路の車線多くないかな、しかし走ってる車の数はどうだろうとかですね、和歌山とか島根とか、そうですね、まあ、保守王国って言われてるけど、なぜかそういう傾向にあるんですよね。まあ、といった中で一層の投資というのは必要なのかどうかとかも含めて、まあ、いろんな議論というのが起きるのかなと思いますけどね。そうですね、人口減少ですね。あと、まあ、亀井さんってやっぱりこうそんなにリベラル色を出してないというか、まあ、ご本人がやっぱりその元々亀井久興さんの、まあ、累積ということもあると思うんですけども、比較的保守、私は保守ですみたいなこともおっしゃっていたりは、まあ、大体みんな言う人は言うんですけど、最近はそうですリベラル保守みたいな感じになってますからね。まあ、ただなんかそういう意味では結構その辺も含めて、まあ、割とその自民党っぽいやり方をしながら選挙戦をやっている、まだインフラもそこの一つなのかなっていう印象はありますよね。なるほど。
結構これ出陣式もなんか特徴が見られたという話をちらっと。あ、そうですね。まあ、西越さんの動画拝見したらやっぱ結構その、まあ、動員って言うとあれですけどもお仕事中の方が多くいらっしゃってるような感じそうですね、印象はそうですね、ありまして、やっぱそこはもう組織の選挙戦をやろうとしてる感じはありましたよね。それがどれぐらいこう今の状況で効くのかっていうのはちょっと、まあ、選挙戦見てみないとわからないところではありますけど、まあ、投票率が影響するのかもしれないですね。はい、ありがとうございます、はい、さて今回の補欠選挙において選挙 .com では候補者の政策や人柄を広めることを目的に候補者タイムショック問い確を実施しております、これ1回目の動画だとちょっとインパクトに欠くみたいなところがあったんですが、はい、今日はきっとインパクトの大の動画を、はい、そうですね、同じ形式でお願いをしていたので、はい、ちょっとご覧になっていただいてというところではありますが、はい、こちらですね、すべての立候補者の方に、選挙 .com からお願いを提出をお願いしているところなんですが、はい、ただですね、現在収録日の4月18日時点で、こちらに届いている動画のみ公開になります。そして、今回錦織さんからはですね、ちょっとスケジュールの関係で撮影が難しかったというご連絡をいただいております。しょうがない、候補者はね、はい、なので今回亀井明人さんからの出ないもね、自由ですから、はい、そうです、それは全く自由ですので、はい、でただですね、こちらとしてもぜひ広く知っていただきたいという思いがございますので、これから出すことを検討していただいている候補者の方、他の選挙区でもいらっしゃいましたら、はい、まだまだお待ちしておりますので、親切ですね、とんでもないです、その配慮いりますかとんでもないです、こちらもぜひお載せしたいので、いただきたい選挙 .com チャンネルのページの方にお載せすることもできますので、ぜひご検討いただければと思います。皆さんが見ていただけない再生回数が10万とかなったらもしかするとおーみたいなってなる可能性も、はい、ありますので、ぜひ、はいはい、見ていただければ。頑張って頑張ります。それでは羽生さんの動画をご覧になっていただきましょうか。はいはい、それでは動画お願いいたします。うん、立憲民主党です。学校給食のオーガニック化、亀です。ディズニー作品、サウンドミュージック、特注ケーキ、体力と信頼、薬師丸ひろ子の歌、声が似てると言われます、ピアノとスキー、ネルソン・マンデラです。はい、ありがとうございます。はい、こちら人となりを知っていただきたいということで、若干ゆるい質問をお願いしておるところですね。いやでもゆるい動画の中にもいろんなね、はい、考えるヒントが生まれてますね。ここから考察がやっぱ伸びる、いや伸びますよ、考察するべきですね。僕やっぱ引っかかったとか、僕とっても興味を持ったのは、はい、給食のオーガニック化、はい、どんな効用があるんでしょうか、はい、科学的に知りたいもう純粋な好奇心がもうむくむくと湧いてきて、はい、はい、それを一番最初に上げるっていうのも結構そうなんですよ、びっくりした、ね、一番主張するのは給食のオーガニック化か、もともとだからね、似合うのかなとかね、緑の風にいらっしゃったので比較的この環境系とかオーガニック系のことを挙げられてるっていうところなのかなと思いましたけどね、給食のオーガニック化っていうのはところで何を意味するんですかね僕に聞かれても、どういう意味があるんですか全部有機野菜とか、ね、農薬とかそういうことですかね、フル有機野菜、フル無農薬、フル無課長、そうですか、まあ、頑張っていただいて、はい、タイムショックの方だと回答が一言しか時間がないっていうところなので、ぜひ詳しいところはですね、街頭演説ですとか、はい、あと公式サイトの方にも載っているので、ぜひぜひチェックをしてみてはいかがでしょうか。最初の政党のところ5秒言いますから、立憲民主党みたいな、一応この1本の動画で完結させようと思いますので、はい、恐れますとですね、でもその時間はちょっと制作の方でも、まあ、全然いいところですし、はい、そうですね、はい、平野さんどうですか、印象分かったところは。そうですね、はい、サウンドオブミュージックの発音がすごい良くていらっしゃったんですけど、もともと通訳をされてたんですね、亀井さん。確か留学経験もありましたよね、そうだ、なんかディズニーシーの
建設の時になんか通訳やったみたいな話を見ましたけど、だからまあその辺はやっぱりちょっとこう垣間見えるところがあったので、うん、まあ亀でね亀井さん、亀井静香さんっていう方もいらっしゃって、はい、実はあの全然親戚とかではないんですけども、はい、たまにあの亀亀なんか対談みたいなのやられてたりとか、やっぱ亀井推しなんだなっていうふうに思いました、はい、あの普通の人がでもあの亀のぬいぐるみ持ってらっしゃる写真は拝見したので、そうですね、はい、ねキャラクター、うん、となんか遠い遠戚なのか、まあ、なんかなのみたいな、わかんない、まあ、亀井一族みたいな話が、はい、ありましたけども、ね、うん、うん、ありがとうございます、はい、なるほど、そういうあの面も見られるということで非常に勉強になります、面白い、はい、はい、ありがとうございます、はい、そして続いて錦織さんの方は、うん、ちょっと動画が間に合わなかったということですので、はい、こちらの公式サイトのプロフィールをちょっと拝見しながら、うん、あのこういう人となりかなというところをちょっと知っていただき、知っていければなと思いますが、はい、まず生い立ちはやはり松江市ということで、うん、島根、まあ、あの空港も近いし、うんうん、最近でもこの形式のなんか若い頃の写真を載っけるやつ多い、うん、まあ、最近でもないですけど多いですよね、そうですね、学生時代か子供時代、うん、学生時代、それ大学からということで早稲田に行かれた、ああ、はい、政治経済学部、はい、霞が関、うん、昭和ですね、うん、いいな、なんであの写真撮ったんだ、ね、確かに学生前の写真もよく見ますよね、なんか皆さんね、うん、職場であれを撮ろうっていうタイミングがどこにあったのかって、うん、それ気になりますね、そして趣味のお写真も載ってらっしゃるということで、これ釣りです、うん、ラーメンも食べ歩きがご趣味でいらっしゃる、まあでもなんかね、うん、本当にこう霞が関の体現されているようなお写真が多いですね、すごく普通の感じの方ですけどね、あの見ると選挙後にはあのもしかしたら釣りに行かれることもあるかもしれません、ね、うん、ラーメン歩きについては錦織さんの TikTok の方で、ね、ああ、あのいろんなラーメン食べ歩いてるのもありますので、何ラーメンが一番お好きなんですか、あ、私もそこまで見てなかった、あ、そうですか、はい、多分それも見れば載っていると思います、うん、さっき醤油、ね、はい、さっきの写真では醤油ラーメン食べて、うん、あ、さすが目立たくいらっしゃるですね、いやいや違うの私なら、ね、じゃきっとお好きなんでしょうね、うん、なるほど、はい、でもなんか隅が先を飛び出して、はい、政治の世界に、うん、すごく真面目にやってこられた方なんだなっていうのはすごく見えるので、うん、そうですね、まあ、そういう人隣みたいなところがこうやっぱり街頭とかね、あの実際の選挙活動で伝わってくれば、あ、多分そのいい選挙戦になるんじゃないかなっていう感じですね、はい、隅が先から政治の世界へ、まあ、なんか昔からあるね感じですね、はい、まあ、頑張っていただいて、はい、ありがとうございます、うん、最後にゲストのお二人からそれぞれ、はい、今回の島根育補正の注目ポイントをいただければと思います。まず平川さんからお願いします。はい。まあ、あの、本当に与野党対決ということもありますし、それから、あの、自民党支持層が実際どういう行動をするのか、投票をするのかしないのかということも含めて、極めて重要な選挙区だというふうに持ってます。まあ、当然、その、ここで負けるということは3連敗、まあ、不戦敗も含めて3敗ということになるので、あの、岸田政権の運営にも関わってくるところだと思いますので、まあ、この辺、あの、終盤情勢にかけてどういうふうに変わっていくのかというところを注視していきたいというふうに思います。まあ、選挙 の、 その行く末っていうのはデータだけじゃなくて雰囲気と か、 なんか空気感とか、うん、そういったものってのはやっぱり影響するんだと思うんですね。で、まあ、これからの大きな政治の流れがどこに転んでいくのかっていうことをやっぱり直接対決、与野党直接対決になってる、まあ、この島根1区の結果っていうのは結構影響を与えるんじゃないかっていう気がしますね。うん、そうですね。で、多くの人たちは、まあ、その政治と金の問題を許せないっていうようなことを思ってる。うん、しかし、思った上でどうなるのか。うん、で、まあ、多分あんまり強い意志っていうのはそんなに多くの人はないんだと思うんですね。うん、つまり、それで、それを踏まえて、例えば投票に行く行かないとか、うん、まあ、結局、例えば天気だとか、なんとかとかに、まあ、左右される。他の要素にも左右される。うん、言ったときに、まあ、そこで、こう考える、参考にする要素が一個増えるわけですよ。うん、島根一区の結果がどうだったか。うん、あ、例えば、そうですね。まあ、例えばというよりも基本的に二つしかないわけだから、うん、与党候補が勝つのか、うん、野党候補が勝つのか、与党候補が勝てば、ああ、なるほど、他の人たちというよりも、その島根、まあ、ある種、こう、震源地の一つなわけですけど、うん、の有権者の人たちは、あ、なるほど、与党候補でいいと思ったんだなと思うだろうし、逆に野党候補が勝つのであれば、あ、やっぱり、直接のその震源地では、あ、許せない、政治家が許せないという結果になったんだなと思う。で、そのこと自体が今後の投票行動に、まあ、何らか影響するんだろうという意味において、ここは注目するべき選挙区じゃないかと思いますね。むしろこのもう直接対決になってるわけですから。そうですね。はい。まあ、総理とかも行くんですかね。なんか応援とか。その辺が結構、そうそう、まあ、それはどれぐらいの反応になるかとか含めて、うん、
まあ、与野党の代表が行った時の聴衆のこう雰囲気とかもまさにおっしゃったような感じで、まあ、結構注視していくべきかなというふうに思います。行かない方がいいかもしれないけどね、あれ判断としてはありますからね、そうですね、来るとマイナスになる、逆風が吹くとか、はいはい、そういう意味ではやはり今回の結果が、まあ、直近で言うと解散総選挙にどうするのかみたいな話も出てくるのかな、数ヶ月後なのか、もっと先にするのか、もう無理みたいになっちゃうのか、いろいろありますからね、選択肢は、はい、ありがとうございます。今月28日が公開予備ですので、はい、有権者の皆さん、ぜひ今回の動画や、うん、その他の情報もいろいろ出ていますので、ウェブや新聞とか、テレビなどもありますので、ぜひぜひご自身の目でご覧になって、投票先を決めていただければと思います。みんなで賑やかそう。はい、行きましょう。賑やかして、賑やかして。みんなであと松江に行って、はい、ラーメンを食べましょう。松江はいい。松江、本当大好き。そうですね。そばも美味しいですね。はい。温泉も近い。はい、そうです。新宿。はい、行きましょう。ありがとうございます、はい、本日の動画は以上になります。ぜひぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方を寄せください。よろしくお願いします。はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。選挙区だけに配信するバナー広告と YouTube 広告、よろしくお願いします。一二太郎です。よろしくお願いします。一二太郎です。なんだか最近の人ってスマホばかり見て全然受け取ってくんない。お、なんだこれ。スマホ世代の有権者に思いを伝えるならコネクタのバナー広告と YouTube 広告。コネクタのウェブ広告は政治家専用で1000件を超える実績があります。公職選挙法のチェックも万全ですので安全安心。配信する地域が選べるので抜群のコストパフォーマンスで有権者に届きます。累計1000件以上政治家のネット広告を運用して違反ゼロ。政治家専門チームによるバナーの作成、動画の撮影や編集もお任せください。政治家専用のウェブ広告始めてみませんか。島根1区は与野党対決なんだっていうことがありました、ところが、まあ、この東京15区の場合2つの、まあ、政治と金の問題のトラウマみたいなものがあるわけですよね。木先、ねうん、っていうのは分散する可能性がありますよね。あると思いますね。そうか、そういう難しさもあるわけですね。自主投票となってくると多分、まあ、個々人で選ぶということになって、まあ、そうすると多分